ほいっす、今日は龍騎祭ガチャ引いていこうかなと思います。今回はエクレア狙いでいきたいなと思います。ヴィーランともマリーも持っているのでエクレアを狙っていきたいなと思います。いや、エクレアってスイーツの名前だよね。あれ美味しいっすよね。あのしっとりした生地に生クリームとかカスタードとか入って、まあ上にねチョコレートとかはかかってないんですけど、あれ美味しいんすよね。いや、それシュークリーム。はい、引いていきます。優勝だね。よし、引いていこう。さあ、何が出るでしょう。で、能力見たんだけど、エクレアの。なんかね、パーティー特性が、なんか今までに見たことない特性だったから、あ、これ、どうなんだろうなと思って。まあ、ちょっと後で見ていくんですけど、まあ、なんだろうね、技とか、あの辺は、まあ、相変わらず、まあ、新規で出てくるキャラクター全部ね、大体ぶっ壊れないよ。大体ぶっ壊れの確率が高くて、まあ、案の定、まあ、SP 回復とかが、一応あるんだけど、お、来た。オッケー、いいよ。ちょっと見ていこうか。お、フルフルゲッチュー、アダマス。ですね、SP 回復がね、これね、大体、全体回復10とかがね、多いんですよ、SP 回復10。でもこの人に関しては15なんだよね。この5の差っていうのがどれぐらい左右してくるかっていうのを実際使ってみなきゃわかんないんだけど、まあ5はね、結構でかいと思う、正直。だから15か。でもこれが SP75 で繰り出せれるって考えると、この技結構強いんじゃないかなと思う。で、あとは、大体もう火力が高いね。大体火力高い。特に一番最後のこの技に関しては SP45 で1200という、かなり壊れてるね。で、あと、ま、全体バフとかもかけれるんだけど、基本的に自身の攻撃ランクとかをかけたりするっていうのがほとんどなのかな。でも一番でかいのはね、私、ラバルの装備がね、これかっこいいと思うよね。このトサカ。トサカと背中に生えてる羽。翼を授けるレッドブルかよって話ですけど、かっこいいですよね。んで、パーティー特性がね、この、お姉ちゃんの甘やかしつって、エクレアだけにつってね、甘やかされてるんですよね。で、これ戦うっていうのを使用した時に SP を5回復するっていう、何なんだこれっていう、パーティー特性なんですよね。SP を5回復。おー、なるほどな。まあ、確かに戦うっていうのを選ぶと、確かに普通の技よりかは火力は出ないんだけど、でもその代わりに、まあ、休憩じゃないけど、SP を5回復してくれるっていう。SP5 ってどうなんって思って。まあ、今の、まあ、戦い方で言うと、戦うっていうのを選択するっていうのがほとんどないんですよね。特にま、SP 回復っていうのを、めちゃくちゃ使うようなパーティーだと特にそうなんですよ。だからそういったのを踏まえると、あんまり需要はないのかなって感じはするんですよね。でも SP 回復がなくて、まあ、なんだろうな、長期で戦うみたいなシチュエーションになってくると、まあ、戦うっていうのを選んで SP5 を回復するっていうのが良かったりするっていうシチュエーションもあったりするのかなって思ったりもする。はい、というわけでエリオンでした。今回はね、50連だけにしようかな。結局、Vランとも今回特攻キャラなんですよね。で、持ってるわけやから、まあ、別に当たらなくても、まあなんとかなるでしょうと。まあライゼクスの例があるんだよね。ライゼクスは別に特攻いなくてもね、おかしいなぁ。エクレアさん来ちゃったわ。しかも演出見ずにだったわ。ちょっと見たかったな、今の。わぁ、ミスったな。まあいいや。まあ今回もかなり余裕になっちゃうな、これ。いやー、来ちゃったわ、これ。あ、そんでね、今回、まあガムート戦で使うわけなんやけど、お、来た。おい、いいよ。もう今回もう、誰来ても大丈夫。わ、速攻で終わっちゃったなー。まあいいでしょう。今回は、やけど、とかをうまい具合に駆使するっていうのがね、重要になってくるんですよね、ガムート。状態異常か、やけどだけかなになるんで。ただ、このエクレアさんに関しては、やけどないんですよね。だから、他でやけどをつける必要があるんですよね。そうなってくると、やっぱり、マリーなのかな。
まあ、一応お供にも火傷にしてくれる人おるんで、まあその辺とか駆使しながら戦っていくのかなーって感じますね。というわけで、まあ、全員揃っちゃったんで、まあ、これ以上ガチャ引く必要はないかなと思うので、今回はこれで終わろうかなと思います。それでは次回ガムーと超級戦ってみたらお会いしましょう。じゃあバイバーイ。